はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます、やすでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、弱化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、年末あたりの動画やったかな思うんですけども、コメントでね、あの冬はこたつにみかんだよというねキーワードがあったんですけどもね、それがこう気になってね、ちょっと調べてみたらですね、冬はこたつでみかんというのはね、あながち間違いでね、最初から間違いではないんですけども、もう間違いではないんだよっていうのをもう強く押したくなったので、僕の中でそうなったんで、今からちょっと簡単にねその全貌をお話ししていきます。冬といえばね、こたつにみかんというね、みかんを目にする機会もね、必ずね冬になったらね増えてくるやと思うんですよ。大きさにもよりますけどね、みかんの M サイズ1個あたりの加食部、食べれる部分ね、そこのカロリーっていうのはね、およそ34キロカロリーとねされててね、すごくね低エネルギーで水分がすごい多いのが特徴ですしね、しかもねバナナ1本のね約半分のカロリーになるんですよね。そんなみかんに含まれる栄養素でね、イメージしやすいのがもちろんビタミン C ですよね。サイズにもよりますけどね、M サイズのみかんをね2個食べればですね、1日に必要とされる量の 50mg のねビタミン C が摂取できるとね報告されていて、ビタミン C の宝庫とねみかんはね呼ばれております。またね、その酸味の元であってね、エネルギーを作ってくれる時に役立つクエン酸っていうのもみかん1個に対して1日の必要な量が含まれております。最近注目されているのがですね、温州みかんに多く含まれているね、オレンジであるでしょ、オレンジの約10倍と言われているベータクリプトキサンチンっていうのがあるんですよ。これはね、2型糖尿病などのね生活習慣病、またはですね骨粗しょう症とか高脂血症などに対する効果がね研究でね明らかになってるんですよ。M サイズのみかんをね3つ程度食べることでですね、研究した際にその効果のあったベータクリプトキサンチンが 3mg に届くとされています。ほんで、上脳と呼ばれるね、果肉が包まれている薄い皮あるじゃないですか、袋のやつね、あそこの部分っていうのが食物繊維の一種であるペクチンっていうのが豊富でですね、腸の働きを活性化してくれて、アルベトというみかんに白い筋あるじゃないですか、あそこはですね、ヘスペリジンというねポリフェノールの一種が多く含まれていて、冷え性の改善やねストレスの緩和、中性脂肪の低下などの機能性がねあると言われております。時間栄養学っていうのがあるんですけどね、そこの栄養学によるとですね、ペクチンとかねヘスペリジンっていうのは夜に食べることで体の機能を整えてくれて、でビタミン C やクエン酸はね朝に食べることでシャキッとねこう目が覚めることができる栄養素とされています。それぞれ皆さんの目的に合わせてね、摂る時間帯をね変えてみてね、調整していってください。ほんで、みかんを食べ過ぎるとねビタミン C の作用によってねお腹が緩くなったりとか、手足がこう黄色くなってしまうね、乾皮症っていう症状がね出ます。これはねカロテンなどのねみかんの色素がね皮膚にね沈着してね残るものなんで、ね、過剰摂取をやめたらねこれはねすぐ治ります。1日何個までというね厳密な制限はないんですけども、大体2、3個ね目安にね召し上がってもらうのがねいいと思いますよ。ちなみになんですけどもね、糖尿病患者さんがね食べていけない果物はね ありませんけどもね、しかしね気をつけていただきたい果物がねアボカドなんですよね。アボカドはね糖質は少ないんですけどね、脂質の多い果物です。そのためにね糖尿病食事療法のためのね食品交換表っていうのがあるんですけど、こんな本があるんですけどもね、その油と同じ仲間に分離されてるんですよ、この本の中では。アボカドはね、果物なのにね油と同じやつに分離されてるのがすごく不思議なんですけどもね。ほんでそのね、そもそものこの糖尿病食事療法のための、食品交換表っていうのは栄養素をバランスよく取り入れるためにですね、この食事療法で用いられて、糖尿病の食事療法で用いられる食品交換表なんですよ。ここではアボカドっていうのは植物油 10g イコールアボカド 40g っていうね、それとねこうなんか天秤にかけて、ね、同じなんですよっていうふうにされています。またねアボカド1個あたりのねエネルギー量っていうのはですね240キロカロリーなんですよ。カロリーやね脂質の取りすぎっていうのはね体重増加につながりやすいので、
あのインスリンの効きが悪くなるね、インスリン抵抗性っていうのをね高めてしまってね、あの糖尿病の進行やね合併症を招く要因になります。あのアボカドをね食べる際にはですね、1日のね油の量とこう調節しながらね、あの他の食品で使う油の量とかね調節しながらね、まあ大体あの1日にこう3分の1程度にするとねいいと思います。まあ、みかんはね単品で食べれてもね、アボカドはサラダとかね、そのなんていうんですか、バンバンジーの下に引くやつのように、あのまあ食材と、まあ、材料として食べますので、まあ、そこまでさすがに食べ過ぎるイメージはないんですけどもね、それにこたつの上に乗ってるイメージもないですよね。なのでね、アボカドは食べ過ぎない代わりにですね、みかんを食べてください。まあ、そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。